ホーエバルテウィーン郊外のウィーンの森北部にある、閑静な住宅街。ベートーベンが生存中、南朝を絶望した時、衣装を書いたという家や、作曲の構想を練った家が残るベートーベンにゆかりの地、ハイリゲンシュタットから北西にある村。シュタディオンホーエバルテは、オーストリア三部に所属する、ファーストビエナ FC のホームスタジアム。2015年までは、 アメリカンフットボールのライフアイゼンバイキングスビエンナのホームスタジアムとしても利用されていた。スタジアムが完成した1921年当時ではヨーロッパ大陸で最もモダンで大きなスタジアムであった。1923年に行われたオーストリア A 代表チーム対イタリア A 代表チームの試合では約8万人の観客がこのスタジアムで観戦した。しかし、 スタジアム維持の投資が数十年間にわたって、ほぼ行われなかったため、徐々にスタジアムの老朽化が進み、同時にビーン氏によって自然スタンドの使用が禁止されたため、現在では最大収容能力が5500人となっている。1924年にはオーストリアの歴史上初となるオープンウェアオペラがピッチ上で行われた。ステディアングスチャイトオンラインウンタービエネスプリド。 ピップス、アットスタンド、9、マイ2010、フェルンワームファーストビエンナ FC1894 オンラインウンターブンダスリーガ、アットスタンド、8、マイ2010。ありがとうございます。